フェラーリ 126C4 は、スクーデリアフェラーリが1984年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ハーベイ・ポスルスウェイトが設計した。126C4 は、バンク角120度の V6、ターボエンジン搭載マシンの4代目である。1984年のレギュレーションではレース中の、最急位は禁止され、 燃料体育容量が220リットルに制限された。ウェーバーとマニエッティ・マレリが共同開発した電子制御燃料噴射装置を導入し、T-PO-031 エンジンは高潮660馬力の出力を発生した。車体は 126C3 と同じくラジエーターやインタークーラーを後方に配置し、短いサイドポンツーンで覆うアローシェープが特徴だった。エンジンカウルは ロールバーが露出したフラットな形状となり、左右二つの中ダクトから吸気を行った。シーズン中盤には、ラジエター配置を縦から横に変更、ホイールベースを延長し、リアサスペンションをプルロットからプッシュロットに変更した。この改良型は 126C4M とも呼ばれる。M はイタリア語のマダファケイトの略で改造されたという意味がある。終盤戦では、 アンダーパネルとディフューザーによりグラウンドエフェクトを獲得する新トレンドに従い空力処理を刷新した 126C4M2 が登場した。ラジエーター1を前進させサイドポンツームをマクラーレンのジョン・バーナードが編み出した縦長で後方を絞り込んだ形状と似たものにした。1984年ダラス GP にてミケーレ・アルボレートがドライブする 126C4。 開幕戦ブラジル GP から投入され、第3戦ベルギー GP では予選フロントローを独占。チームに新加入したミケーレアルボレートがポール・トゥ・ウィンで優勝を果たした。しかし、それ以外では2位4回が最高成績であり、2台揃って予選10位以下というレースが4回あった。シーズン16戦中12勝を果たしたマクラーレン MP4-2 の前には影が薄く、 コンストラクターズポイントではダブルスコア以上の86点という大差をつけられた。フェラーリはこのシーズンから1999年まで15年間タイトルから遠ざかることになる。ありがとうございます。